皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回は初心者の方でもチャレンジできるピックでコードとメロディーを同時に弾いてしまう方法なんていう話をさせていただこうかと思います。ちょっくらやってみるとね、こんな感じ。 Let's try! Hey! こんな感じ。なんか適当にこうベラベラって弾いてるだけなんだけど、なんかねコードとメロディーが飛び出してきたような感じがしませんか？他にも、こんな感じで聞くとさ、なんかこのピックをこうジャカ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 適当に動かしてるだけなように見えるんだけども、コードとメロディーがね、なんか別々にこう耳に飛び込んできた感じがあると思うんですよ。これを見てうわーすげー、うわーって騙された方は別に騙しちゃいないんだけど、騙しちゃいないんだけども、まあ騙された方はちょっくらこの動画を見て一緒に練習していければと思います。これを見てそんな子供を騙しって思った方は、この動画を見る必要はございません。この動画を見て、なんかうわーすげーとか、なんか俺もやりてーとか、ちょっと練習してーって思った方、興味がある方はぜひ一緒に練習をしていきましょう。まずギターを用意していただいて、エレキでもアコギでもどっちもいいです。ギターを用意していただいて、構えてピックを持ってレッツスタート。まず C コード押さえます。左手で C コード、人差し指が2弦の1フレットで、中指が4弦の2フレットで、薬指が5弦の3フレットで、この状態で右手がポイントです。ピッキングをする指が超ポイントです。すっごい難しいんだけど、5弦から2弦までを弾きます。ちょっとよく見てて、よく見てて、6弦は弾いちゃダメです。6弦は弾いちゃダメです。5弦から行って、でここでピックを止める。このまま下に行っちゃうと1弦になっちゃうから、ここでピックを止める。だからこうね、手首からこういう大きい動きをしちゃうとコントロールできないんですよ。ちょっとこうね、こすりつけるぐらいの気持ちでブッと、見てください。そうするとうまい具合にいくと、このコードのブブブーンって音とカーン、ブブブーンカーン、ブブカーンって音、この2つの音が飛び出してくる感じなんです。このブブブーンがコードで、上のカーンがメロディー、ブブブーンカーン、ブブ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 カーン、こんな感じです。で、毎回毎回やるわけではないんだけれども、ちょっとしたコツみたいなのがありまして、ちょっと僕のこの指を見てもらっていいですか。軽くこの1弦とかに添えて、この距離を測るんですよね。これがチューブラリの状態でね、こうジャーンってやっちゃうと、そのどこに弦があるのか、どこにピックがあるのか、何弦を弾いてるのかわからなくなってしまうんで、気持ちこのアンテナを1弦にくっつけてコントロールしていくと、これがまず1個目のパン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 のパンの音です。パンの音です。で、その次、この余ってる小指を2弦の3フレットにつけて2弦だけ弾きます。ピックでよーく狙ってください。1本だけ狙う。うまくできない方は後でまとめてコツをお話します。とりあえず今はね、うまく弾けなくてもいいし、音出なくても、なんかこうぎこちなくても構わないから、とりあえず手順をまず覚えましょう。手順、どういう風に弾かなければいけないのか、まず手順を覚える。もう一回 C コードを2弦まで弾いたら、その次小指で2弦の3フレットを弾を押さえて、右手でボンと弾きましょう。この時にダウンピッキングでもアップピッキングでもどっちでもいいです。ダウンダウン、4本弾いて1本だけ弾く。で、3つ目、サーイーと言ってターの音は、またこの小指が離れて C コードに戻ります。で、この時に1弦までピッキングすると、そうするとブルンブルンの後にブルンクンブルンブルンクンブルンって感じの音が聞こえてくるんですよ。ちょっとやってみましょうか。こんな感じ。
な感じで今ドレミドレミとドレミの音弾いております。ドレミ、ゆっくりでいいので気持ちいい、このコードが、あ、コードじゃない、メロディーがしっかりこの聞こえてくるように意識しながら練習してみてください。自分の音をよく聞いてちゃんとこうねドレミって音が鳴ってるかなと。悪い例としてはこのいろんな音が鳴りますね。とかこんなのよろしくない、ちゃんとこう真ん中の4本だけ狙って小指が上に行って1弦鳴らしてという感じでいきましょう。これがドレミドレミの音です。でその次ソミレドと行くんですけれども、ソはねこのまた同じように小指の余ってる1弦、あ、余ってる小指で1弦の3フレットを鳴らして全部弾きます。そうするとソのソのとかいきます。でソーといったら小指を離してミ1弦だけ弾きます。でその次小指がまた2弦の3フレットに行って4本だけ弾く、このレの音が際立つようにレに持っていく。ソミレとソミレソミレソミレ、でさらに小指を抜いて2弦の1フレット、人差し指を押さえているところですね、ここを2弦だけ弾いてド鳴らすと、ソミレロソミレロ、どうでしょう、うまくできましたでしょうか。なかなかこんな綺麗にメロディーと、コードが分離しないかと思うんですけども、何度も言いますがまずは手順を覚えることが大事なので、綺麗に音が出なくてもあんま気にしないでください。でその後といったらG コードの変化球、変化バージョンですね。薬指が6弦の3フレット、中指が5弦の2フレット、で小指が2弦の3フレットです。2弦でこの状態で6弦から2弦までを弾くと、このコードのブルブブーンとブーンのレの音、メロディーの音が同時になります。ドゥ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 ーン、ドゥドゥドゥーンと、今レを弾いたらその次1弦の解放、イーの音で、もう一回レミレなんで、まあ、こんな感じでこのレミレのメロディを作っていくと、こんな感じです。もう一回やってみましょうか、頭からゆっくりやってみます。こんな感じ、ちょっと僕の左手右手指の使い方見せてください。また同じように繰り返しです。最後がレミの後にレに戻るんじゃなくてレミロと一番最初のドの音に戻る。こんな感じでこの最初の4小節かなが完成するわけです。でその後もうなんとなくもう指したかと思うんですけども、ソーソーミーソーと弾いて小指で、またメロディを続けます。でソーソーミーソーと言ったらその次ちょっとね、ワンポイント、この時にちょっと変なコードを使います。メロディの音がラに行くので普通の F が使えなくなってしまいまして、ちょっとこのね展開をしなければいけないと。人差し指が4弦の3フレットで、薬指が3弦の5フレットで、2弦は解放、もしくは薬指が、触っちゃってミュートしちゃっても大丈夫です。35×でも OK、 でも350でも OK、 350で小指で1弦の5、でラララ
ったらソに戻ります。こんな感じです。で最後はもうミーミーレーレードなんで特に説明しなくても十分かと思います。これで完成となるんですけど、なんとか分かっていただけましたでしょうか。あーなるほどねと、手順は分かったけどまあむずいぞと、なった方がほとんどかと思います。でもねそこはねこの頑張って練習することでこうね習得できますので、とりあえず手順を分かったならばあとは何回も何回も繰り返して練習をしていきましょう。コツ2つあります。2つまず、あー3つくらいあるな。まず1つ目の大きなコツ、コードプラスメロディを弾いていく中でそのメロディよりも高い音を出すと変な音になってしまったりとか、メロディが聞き渡ってなかったりとかするので、ピックのコントロールがまず一番の肝になるんですよ。ピックのコントロールがまず一番の肝です。でさっきも言ったようにこうね大きく振ってしまうとコントロールができなくなってしまうんで、できるだけちっちゃくピッキングをするようにしましょう。指がこのねボディにくっついてもいいですし、一弦使わないときは一弦にくっついても構いません。あんまりこうね手首とかでこうチューブラリンベーンって感じでやるんではなくて、まあ、こんな感じでこのこじんまりとちっちゃくやっていただけたら幸いです。でフレーズによっては左手とか右手とかでミュートしてもいいんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、ミュートでも別に全然 OK です。例えば最初どの音を弾きますけども、左手のこの人差し指の腹の部分で1弦弾いてもこの音程が鳴らない、キュン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 っていう状態、バー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 じゃなくてキュンク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 ン、この状態、この状態にすれば、もし仮に1弦弾いちゃったとしてもドーンの音がドーンの音がドーンの音が際立つので、こんな感じでミュートしても全然 OK です。それがまずこの一番の肝です。で右手をコントロールすることがまあ肝なんですけれども、それを上達させるためにはね、まずね右手を見ちゃダメ、右手見ちゃダメ、うまくいかないとついついこう右手見てね、ここまで行ってあっち行ってそっち行ってあっちこっち見てそっち行ってなっちゃうんだけれども、右手はね基本的に見ない、ノールックでいきましょう。ノールックでこれちゃんと理由がありまして、このね目視で確認しちゃうとね感覚が養えなくなっちゃうんですよ。でもそうではなくて、こうね暗中模索じゃないけども見えない中で、うここかここかこれか、う違うダメだこれあれだみたいな感じでこうね悔なんかこの悔しいじゃねえやなんつうんだ、この苦しむことがね上達の秘訣だったりとかするんです。なんでこうねいろいろとこのコントローラーがうまくいかなくてこのイラッとするかもわからないけども、もうポイントとしてはね右手を見ない、これマジ大事ってな感じです。ミュートしても OK ということと右手を見ない、この2つをまずがっちり守っていただければ、うまい具合にできるかと思いますので、一緒頑張って練習をしてみてください。でスピードはね全然ゆっくりで構わないから、すっごいゆっくり手順を一つ一つ、こっち行ってこっち行ってこっち行って練習をしていただければ幸いでございます。あとはまあひたすら繰り返してやってみてください。自分の音をよく聞きながら、ちゃんとこのコードの音鳴ってるかなとかね、メロディーとか際立ってるかなと、ちゃんと音を分離してるかなみたいな感じで練習していただければ幸いです。では最後にもう一回だけ、ゆっくり全体を お手本でやってみようかと思います。レッツトライ。逃げ鳴らさなくてもいいです。できた。悪い見本としては、みたいな感じでこう何減っていくか分かんないみたいな感じで、このごちゃ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 っとするのがよろしくない感じでございます。こうならないようにはっきりとメロディが聞こえるように頑張って練習をしてみてください。おいおい滝沢難しいじゃねえかよ、全然初心者でもチャレンジできねえよって思ったかもしれないんだけども、
この辺ね、上手くなるとね、めちゃくちゃ上手くなるんで、ちょっとぜひ騙されたと思って頑張ってみてください。右手のピッキングのコントロールが飛躍的に上手になります。ぜひ習得していただければ幸いです。で、これの応用として、そのね、コードを変えたりとか、例えばなんてねまあ、これでもね、いずれ応用としてやってみようかなと思いますので、とりあえずこの基本を練習していただければ幸いでございます。次の動画でこれも練習してみようかと思うので、よかったらチェックしてみてくださいませ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。あとは練習で頑張ったぜ、ぜひ乗り越えてくださいませ。ありがとうございました。わーの前にちょっとだけお知らせ。私、滝沢克成、最近スタンド FM なんていうこのラジオ配信アプリを始めておりまして、どなた様でも無料で聞くことができます。毎日10分間僕が質問に答えるという形でですね、そのギターの機材とかテクニックとか練習方法とか、そういったものを10分でこの答えてるんですけども、そんなラジオ番組が無料で聞けるようになっております。ぜひスタンド FM もお気軽にフォローしていただければ幸いでございます。ポチッとフォローボタンを押していただいて、で、まあ、いいねしたりとか、何かご意見があるときはコメントしていただいたりとかすると、すごく喜ぶので、人助けだと思ってスタンド FM ちょっとダウンロードして、僕をフォローしてみてください。概要欄の方に詳細貼っておきますので、ぜひそこをチェックくださいませ。よろしくお願いします。それではまた違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。グッバイ、さよなら。